はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回は強化黒金やっていきたいと思います。まあ、強化期間にね、1回はちょっと強化黒金やっておきたいんで。で、今回の選手は、まあ、ちょっと趣味的な選手で、まあ、パワーちゃん用のね、セカンドを作っていきたいと思います。で、センス丸のサボり癖ですね。で、デッキの方はもう本当に守備寄りの、選手を作る感じで組んできました。アイコンタクトの東雲くんと技術要員の星空星光くんで、魔術師の浦賀ですね。やっぱり魔術師とアイコンタクトはちょっと欲しいよね、セカンド。まあ、もちろんショートにもアイコンタクトはつけるんですけど、で、この3人で技術はね全然稼げると思うんですけれども、精神がねちょっと足りなくなりそうだなと、思いますので、能見さんを入れて、一応筋力要員で東条を入れてます。まあ、東条を入れてますけれども、まあ、打撃はそこそこでいい感じかな。で、まあ、強化黒金なんでね、彼女キャラはゆかり様でいきますと。じゃあこれでマッツは、そうだね、サボり癖があるからね、監督評価下がってもいいから、ちょっと監督に直してもらう方向でいこう。浦賀の評価も上げつつ、何にもない。まあ、東条もねイベントがちょっと強化されてるんで。で、パワちゃんだとね、パワーヒッターっていうよりはどっちかっていうとアベレージヒッターとかね、なんだっけ、アンダ製造機とかをつけていきたいんだけど、ガー最悪監督強化はどうでもいいんだけど、1ターン無駄になるからね、本当に。まあ、パワーちゃんでねホームランを連発できるかって言われると、それはやっぱりちょっと怪しいんで、ラブパワーで直してもらおう。ゆかり様、おお、いいね。まあ、とりあえず1回、序盤に1回のサボりだったらいいでしょう。で、コツ登場。まあ、強打者をね作るときはほんと登場はいいと思います。じゃあ金儲け、まあ、ゆかり様がいるので1つ増えてますね。18も上がるんだ。まあ、お守り持ってくる必要なかったね、毎回なんか思うけど。投資と授業、何、どっちがいいのこれ。540と970か、最大値が事業の方が高いね。どうなんだろうな、最大値を狙っていくか、序盤だし。お、 OKOKOK。 あ、これがね、まあ、やっぱり朝は寝ていたいっていうのは体力が回復するんですけれども、この上のね少し早起きしてみようかなっていうのが経験点が上がってます。4種類14もらえるんで、浦賀もちょっと久しぶりだね、使うの。ここはここら辺いらないよね。敏捷足りなくなりそう。金で解決しよう。精神も金で解決。打撃は今回いない。チャンス、ストライク送球あんじゃん。取り置きしてえな。取り置きして、あの1月の安くなるときに買いたい。ちょっと金を消耗しよう。対左とかちょっと珍しいからね、持っておこうか。じゃあこれよし。で、これでストライク送球を取り置きしてもらって、 OK。 まあ、セカンドだからね、ストライク送球全然実能力的にもいいと思うんで。で、能見さんからね、できれば逆境欲しいんだよね、ゆかり様の骸骨。ただ能見さんは結構なんていうの、コツが多いキャラなんで、東条と東雲か、まあ、こっちだな。普通に精神、まあ、能見さんはただね特能漏れるキャラなんで、ここなんか微妙だな。東雲でも上げとくか。東雲はね本当に PSR の50になって技術ボーナスがつくとね強いと思うんすけど、ゆかり様もう乗ってるよね、さすがに。のみさんのコツ、
で9月の1週は金儲けなんて、あ、10月か、体力は回復できると。案件4つ。どうする、ゆかり様。岩井くんの方かな。手堅いは手堅いよね。手堅いは手堅いけど、今回はまあ別に、おお、そこまでめちゃくちゃガチではないんで、ちょっといろいろ冒険しながらやっていきますか。まあ、金徳はね、全部進めていきます。でちょっと購買部から先に見て、1000円もあんの家庭すげえな、やっぱり。強化設定も買っとこう。金に物を言わせる。守備練習も上げよう、レベル。あとはスカウト、スカウトさん評価1回上げとく。40やべえ、超無駄遣いした気がするこっから先失敗していく可能性があるからね。で裏側もやっぱり守備職人のコツは押さえておきたい。帳尻合わせ、ちょっと抑えられるものは抑えていきますか。対左はね、まあ置いとく。広角5まで置いとくか。チャンスメーカーは取る。あとは帳尻合わせで、星空星光くんは、あ、ここ 13% か。すげえいっぱいいるな。ドリンクとかなかったからな。ただタフドリンク最大値を、いや最大値は関係ないか、パーセンテージではないよね多分。 13% でしょ。でなんか最大値が上がって怪我率が下がるかって言われたらちょっと分かんないけど、やってみよう。あ、下がんないね、やろう。次は精神やんないと、死んでしまうな。あ、補充された。タフドリンクがある。他、あー、これ買おう。結局300円になってしまった。もうまた金を貯めなくては。メンタルにしよう。能見さんがまだ溜まってないか。まあ、続けていきましょう。アーティストが欲しいかって言われたらな、そうではないんだけど。手堅くいく。マネちゃんにしよう。またタフドリンクかよで能見さんは進めていって、意外に体力は減ってんな。タフドリンク最大値4、もうこれマックスだ。他、あー、また会員権がある。やったぜ、買おう。事務チケットはちょっと持っておく。4月にね、新入社員にじゃなくて、なんだっけ、新人が入ってくるんで、チームメートが揃ったら使っていきましょう。会員権は、まあ、もちろん犬になります。この最初のさ、選択肢って何の意味があんのこれどれも変わんないのに。どうしようかな。飲食店にして体力回復しようかな。飲食店にしよう。どう？おお、いいねいいね。タックが全然発生してない気がするんだけど、そもそも溜まってないのか。しののめくんはね、タック的には弱いからね。本当にコツ要因で連れてきたんで。お、ただまあそれなりか。しののめがまだ乗ってないのか。でアプリの方だとね、だって別バージョンの東雲があるんですけど、まあ固有ボーナスがついてね、守備が下がった、まあ、固有がついてね、タックが強くなってるんですけど、コツっていうか金徳がね、やっぱり東雲のいいところは、俺はやっぱアイコンタクトだと思うんですよ。それがね、別の金徳に変わっちゃってるんで、まあ、それを良しと見る人もいるし、俺はちょっとっていう感じかな。あれ、購買部見たっけ。便所ばっかだな。また会員権がある。買おう。買いに買いに買いまくろうすげえ
280円まで下がったよ。パワースラック買っとく、一応安いし。タフドリンクはもうさすがにいらない。じゃあちょっとここら辺、これどうする、もう安いから買おう。ストライク早急280円で買えるからね。これ1月になったらそのまま買いに走りましょう。東条、東条はねやっぱりいいよね、稼げる。星空星光くんも稼げる。アベレージヒッター取っちゃおうか。技術はそれなりに大丈夫そうなんで、でこんなもんか。では星空星光くん62円か。万能スケジュール帳、キャッチャーいらん。あれ星空星光くんどっちがあれだっけ。これはやっときましょう。まあ、3回目になったら調べよう。パワーヒッター一応少しパワー上げとく。ゆかり様のクリスマスの回復量はどうだったっけ。それなりか、それなりだね。購買部はちょっと待ってね。万能スケジュールちょっとサプリ癖か。まあ、ちょっとっとこう。パワーはまだだしな。わんぱくの音。チームプレイバツになる。これ売ろう。で、ちょっと揃えますか。ミートは D にしておいて。センス丸だからもしかしたら結構いけるかもな。敏捷は捨てようかなと思ったけど、一応 D までは上げておきますか。敏捷ノートみたい。ノートじゃねえや。なんだっけ。敏捷晴天みたいなの。買ったし、こんなもんかな。で通常練習、あーゆかり様ちょっと一回進めとく。回復回復でもったいない気がするけど、ま、黒金はちょっとそういうところはしょうがないので、デートが詰まるよりはやれるときにやっておきましょう。これでさ、なんていうの、めちゃくちゃお賽銭入れてくれたからさ、代表が出なくなるとか、そういうちょっとイベント作ってほしいよね。この彼女キャラはその代表が出ないですとか、大吉の確率が高くなりますとか。どうする、金200、今500でしょ、まあ、最悪失敗したとしてもなんとかなる。いやーちょっと手堅くいこう。よしで安くなって、あ、やる気が下がったか。どうせだったらサボり癖がついてくれてもよかったんだけど、別のデータだよね。なんかこう流れ的にこっちが大盤狂わせっぽい。もう調べない。よしで、安いものは買い漁る。先にストライク早急200円とかさ、あとは左側で買おう。安っ。じゃあ対左4っすね、これで。で打撃はいないから置いとく。でここら辺のポイント系は買い漁りましょう。パワージュースは持っておこう。歯ブラシとかはいいよね別に。やる気がなさすぎる。登場、星空星光くんもね。え、これやる、やろう。あ、ちょっとめんどくさいから短縮はしましょう。はやっ下がった。あ、でもそんなにひどくはないか。これどうする、なんかよくわかんねえわ。俺に喋っちゃっていいのかにしよう。そうそう、で星空星光くんはね、 PSR プラゴになれば練習効果30がつくんで、またさらに強くなるんですけど、ここすごいはすごいけどさ、誰もタックに絡んでないっていう。1月の3週か、ちょっとここデートして1月の4週を練習して、で金儲けに行きましょう。やる気が上がってくれた。そっか、やる気効果が少しあるからね。あ、これも別に普通でいいよ。
で、洞察力を鍛えてみよう。ポイントが入ったね。オッケーオッケー。結局メンタルカーただ、まあ、裏側はやっておきたい。コツをくれ。練習で金儲けでバレンタインと、もう全然体力マックスなのに、祝い。おお、今回だいぶ成功するね。でここは、俺の顔にしておいて、チャンスを重ねていきましょう。パワージュース、ちょっと待って、安いな本当に。その購買のなんとかってゲームまた来てる。ストライク送球、ストライク送球重いからね。送球骨シノノメから取れないとちょっときついんで、初球はだって欲しいでしょ。いぶし銀もまあのみさんのコツで重ねられるからやっとくでしょ。ちょっと待って、パワージュースめちゃ安いから買っといて、ストライク送球はもう使っちゃおう。であんまり多すぎるとね無駄になっちゃうんで、あとは星空星光くんか能美さん、どっちがいいかな。意外性も実は取ってないんだよね。能美さんでいこう。あ、いぶし銀取ってない、ただ練習だったか。で能美さんの金徳が終了と。いや、やっぱ経験点はいいよね本当に。まあ、タックで金を稼ぎつつ、能美さん PSR プラゴになると経験点がさらに増えんの。あ、古びた壺がある、これ金にして。今回はちょっと金を貯めておきますか。ファンチェスはもういいよ。守備か、どうせ金儲けに走るからな。星空星光くんやっぱいいね、強い普通に。これで次があれか、金徳最終か。まあまあ手堅くいきましょう。あれ早い、おお成功した。でここでパワーヒッターもねついでに取れるようになりました。あ、デートマニュアルどうしよう、回復しよう。まあ、下にするとね連打の丸が取れるんですけど、可愛い指輪もうさすがに。あ、連打がある、旧入魂もある。え、どうする。3月か、間に合いそうは間に合いそうだよね、金ため。でここはちょっと東雲くんのコツを取っておきたいですね少し。うわ、ストライク速球4でも130とか、回骨がないと本当重いよな。パワーヒッターは4で取っておいて、広角はまだ置いておきましょう。あー、待って待って待って、東雲くんからできれば守備職人か送球が欲しいんで、広角はもう潰します。ここで初球なんてもう2でいいでしょ。企画ヘッドは買えるんだけど、まあ、出てももう買うつもりはないんで、ここで取っちゃおう。いぶし銀も取る、そんなもんか。でここは東雲くんのコツマジでくれ、コツをくれとりあえず。よし、訴求、まあ、守備職人はね最悪直取りして、敏捷の強化入門両方変わらないから安い方で、ここでワンパクノート売ろう。あ、これ同額でいきましょう普通に。42円、まあまあまあ42円もね結構でかいからね。東条、東条はもう完全に筋力か。でデートは2回でしょ今のところ進んでんのは。これでいくか。じゃあでここも体力はあるんで上にしときましょう。経験点を取っていきますと。結構でかいよね、28、14、14、14だからね。まあ金はかかるけど、これも何気にね俺はいいと思います。肩タックがねやっぱどうしてもちょっと経験点伸びないよね。だったら裏側のコツかいきましょう。コツをくれ、よし、チャンス、
チャンスはこれで5になったのかな。でここもねさよならにすると体力が回復するんですけど、まあ、強化黒金はねどうしてもね体力がね余りがちになっちゃうんで、まあ、もったいないところは出てきてしまうんですけど、まあ、そこはしょうがないです。岩井くん100円、おお外した。もう4月上がんな。ちょっと慎重にいこう。336か。あんまり無駄遣いもできない。またワンパックが出てきた。いらんけど。21円系買いたいよな。まあ、正直300円くらいあればね、レギュラー取るだけだったら全然なんとかなるんで。これ欲しいけど。てか、ポイント大丈夫？やっぱ技術はあるね。ちょっと肩を一旦 C にして、守備をねどんどん上げていきたいんだよね。敏将がやっぱ足りてないか、精神も少しきついか。パワーは一旦 C、 精神ポイントと敏将ポイントだね。今両方あるわ。買いてえけどな。タック、金にしよう、金に走ろう。ここもね、東雲コツか金かコツか。コツだな。早急は5になっても全然いいんで。ゲッまだこいつもらってなかったっけ。よし早急5。でムードをもらったのか。あ、スポーツジムチケットは使っちゃいましょう。パワーバット、あ、そうか、もうあれか。まあいいや、 B まで上げられれば上げていきたい。ムード、あれそうだ、これ買ったんで使おう。で今こんな感じか。万能スケジュール帳ももうサボり癖系のイベントが終わったんで、いらないといえばいらない。敏将は買う。60、晴天欲しいな。でもな、次もう5月に入るんだよね。いやちょっと裏が能見さん、どうしようかな。メンタルやっておきたい気がする。うん、でも次回復といえば回復なんだよね。10もらえるか、こっちにしよう。金も50円入るし、これは参加しない。さよならで金も OK と。え、ここどうする。ゆかり様とバイト、一番安定だよねこれ。体力を減ることもなく50円がプラスされる。監督、あ、古びた壺がある。あ、一級入魂がある。忘れないようにまずはスタメンだよね。特になんかいい練習があるわけじゃないので、デートを消化していきましょう。3回目ですね。あ、そうか、しかもセンス丸か。センス丸でもこれぶち切れて130130130だったんだ。ストライク送球、あ、逆境ここでもらえるんだっけ。分かってますと。これはもう一気にいこう。100出して、よし、さよなら。一番早いで、忘れないうちに初級骨もね取ったんで、一級入魂買いましょう。今回この金儲け系っていうの悪くないね。これも買うでしょ。監督とかどうでもいいからな。走塁、まあいいや、ちょっと金を貯めて。東雲くん、またコツをください。もう早急コツはもらってある。コツであればいい。よっしゃ、ありがたい。あれ、ちょっと待って、これ東雲1回目じゃん。これ間に合うか。浦賀も残ってるよね。だって、え、前指って別にそんなに重くないよ。この下は後指の人たちなんですよ。上が前指で、だって3回の1回でしょ、3回の1回でしょ、3回の1回でしょ、普通だよ。で、マテンキネック持ってきてるんで、これで完走できないっていうのはちょっと、あれだな。5月の4周。デートしておく。4回目か。あと6月と7月、
てこなせばいいから、悩みまするね、ここは。まあ、いったこれで。なんとなく。で、ここはちょっと走って巻いときましょう。で、金儲け、ラスト。まあ、普通に岩井くんといきましょう。OKOKOK。プラス120。で、購買部を除いて、ちょっと精神は欲しい、90、敏捷も欲しい、筋力も欲しい、技術も欲しい、買っとく。パワージュースも買っとこう。一応アロマオイルがあるじゃん、これも買っとこう。補充された時にね、なるべく補充しやすいように。で、練習。おー、いいね。72か、かなりでかいな。これで 30% つくとすごいよね。よし、魔術師もかなり掴んだんで、あと東雲くん、6月に1回起こってくれれば7月にイベント1回起こると思うんで、それでなんとかしたいな。ちょっと待ってね、取れるもん取っちゃおうか。ストライク早期はもう取りますと。アーチストももう取っちゃおう。で、大盤狂わせか。まあ、軽いは軽いんだけどね、意外性がまだ残ってるんで、一級入魂。逆境1。うん、一応取っとこう。で、ムード。で、魔術師はもうこれでいいでしょ。よし、OK。で、何にもない。デートしよう。これ減るんだっけ体力。すっげえ危険点だな。ただ補充されましたと。補充されたんだけど、あ、ツボがある。広角打法はいらない。流し打ちか。一応ちょっと経験点になるものは取っておこう。流し打ちだね、これ買いましょう。他はもうマジでいらないね。で、タック。金はもらえるけど、もう金はいらないからな。最後のね、余った金をどうのこうのっていうイベントもそんなにね、あるわけじゃないからね。ボールを磨きましょう。これでもう一回、もう一回起こってくれれば、一応完走にはなる。ちょっと、まあ危ないから。あー、でもパワードリンクがあるのか。パワードリンクを2つ飲んときますか。まあせっかくね、コツタスタックになってるので。裏側は、裏側って意外性とか持ってんのかな。ちょっとコツを確認します。帳尻合わせの方か。で、チャンスと守備職人。ローボールヒッターはな、絶対欲しいってわけではないので。じゃあ少し筋力やりますか。やっぱ東条一人でね、結構筋力稼げるよね、やっぱり。買い出せんだけど、あれが少ないんだよね、ミートが。ミートは C にしておこう。で、パワーは B にしておこう。あとはちょっと守備だね。やっぱ守備はね、 S にしたい。クリア。意外にちょっと途中危なかったな。で、完走しますか。成功しろよ。ダメだったか。あれ、成功したのか。病院みたいなところに運ばれるとダメなんだ。ダメっていうわけじゃないけど。いや、稼げるね。ダブルタックか、一応。東雲がダブルタックだから、そこまで伸びるわけじゃないね。でも92。あ
とはパワードリンクをガブ飲みして甲子園迎えればいいか。あとアイコンタクトだね。これで7月の4週になって起きなければ終わりってこと？はい、終わった。アイコンタクト完走できなかったわ。ちょっと使うのは使っておこう。アイコンタクトもね、なきゃないで別にもうしょうがない。魔術師がないっていうのはちょっと痛いけど、まあ、アイコンタクトがないのはしょうがないよ、まあ、ショートにアイコンタクトをつけないだけだから。アイコンタクトってだって守備力が上がるんでしょ。なんか特殊な動作が出るとかじゃなくてさ、守備が上がるんだよね。だったら別にもう守備 S なん で魔術師はね特殊な動作が出るんで、もう魔術師を持ってないとこういう動作が出ないっていう、どういう動作が出ないか知らないけど。まあちょっとね、最初いきなり3点取られて焦ったけど、まあなんとかなった。能見さんコツもらっとこう。逆境ください。逆境、意外性か。やっぱ意外性もいいね。骸骨取れてなかったからね。で少し特能を整理しますか。チャンスはまあ掴んでおく。まあ対左も掴んで、流し打ち、大番狂わせ、カジバどうしようかな。一応もう一回置いとこう。最後だとコツもらったのなんだっけ、これだけ。あとね、連動しないコツを取ってもねしょうがないんで、多分新しく出たコツはほとんど連動されてないと思うんで、上の方のコツを埋めていきましょう。最後置いとくって言ってももう練習する体力ねえわ。ある。やった、能見さん逆境をください。いや初か。まあ、いっか、精神ポイントくれたし。あとはアンドロメダ大西か。こいつは嫌い、本当に嫌いで、取れるものはじゃあ取りましょう。カジバこれでコツは一応押さえた感じか。じゃあミート B まで上げて、総力の C まで上げられそうだね。肩上げときますか、せっかくだから。なんか守備力 S90 と100ってさ、なんか動き変わんのかな。まあ、わかんないけど上げとこう。あ、パワー意外にいけそうじゃない。さすが千丸だよね、守備もできて意外に基礎能力伸びたな。最後に大量失点して負けた。まあいいや別に。え、いくつ？4円と4円っていうか4ポイントとかしょぼすぎだな。まあただやっぱりね、強化黒金はねハマれば強いね。ハマれば7500ではあるのか。ただ経験点がなんかもっといったかなと思ったけど意外にいかなかったな。筋力、え、筋力余ってるよこれ。東条一人で賄えるかなっていうのもちょっと不安なところはあったけど全然大丈夫だったわ。大
体当たりとかいるか。まあじゃあローボルヒッター取っとこう。対エース取っときますか。レーザービームはいらない。セカンドの高速チャージはいらないよね。追い打ち、追い打ちとかってここら辺から連動してるのかよくわかんないんだよな。打球伸びとかも連動してんのかな、ちょっとわかんないな。走力上げられそうだな。やっぱ基礎能力だね。ハマちゃん用は基礎能力重要。ミート上げとこう。肩も上げとく。あ、こいつ本当だったらショートにしたかったな。千丸引けたのがでかかったんだよな。本当に技術が余ってるから、技術を使うやつでかつ連動してるやつ。さてどうする、バントするかな。こいつ強打者になってしまったからな、なんだかんだで。さよならっていうのもな、あんまりそういうさよならの場面にならなそうだしね。ちょっとこっから下はな、なんとなく連動感が分かんないんで、バント、まあ、するときもあるか、取っとこう。うちのチームはそういう感じだ。走塁はじゃあ丸にしておく。ちょっとパワー上げとこう。余っちゃった。ほい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 。まあ、こんな感じ。サブポジ一塁とか。サブポジとかもなんか重要そうだね、そういえば。ちょっと待って。サブポジショートつけよっか、一応。12、18、14。敏捷と技術と精神を使うのね。戻せるもの戻しとこう。これとこれ、敏捷。じゃあちょっと走塁を一回外してサブポジショート3回上げなきゃいけないのか。これでその適正的なものはセカンドも OK、 ショートも OK、 二遊間 OK、 これにしよう。でじゃああともう一回振り分けるとして、片道も取っとく。じゃあであとはパワーだな。こうやってこうやって終わり。よし、これでいきましょう。で、プロフィール名前を、パワーちゃん2にして、タッチタッチ、パワーちゃん、二塁、二塁って入れる、まあ、二遊って入れる、まあいいや、ちょっとパワちゃん、これなんどっちだ、こっちか、二遊間、ここら辺の内容とかすげえどうでもいいんだけど、どうでもいいんだけど、よし、パワちゃん二遊、これでいいや、で、OK にして、オッケー、オッケー、音声はいらない。顔決める、顔。よし、どうしよっかな。友沢あたりにしとこっか。別に女の子キャラじゃなくていいんで、かっこよく友沢にしよう。よし、これでいきます。まあ完成ですね。一応じゃあこいつを、パワちゃん用の、二遊間として使っていきたいと思います。まあ、やっぱ千丸引けたのがでかかったね。千丸強いね。まあ、黒金割と今回金儲けがハマったんで結構いったかなと思ったけど、経験点的にはまあ蓋を開けてみたら7500と、まあ、でも7500でもかなり強く感じたのはやっぱり千丸を引けたっていうところですね。やっぱ千丸偉大ということで、まあ黒金、まあ短い期間ではありましたが、多分もう次からは、もう明鏡のサクセス動画になると思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。